バックネット裏より、久留米市野球場は、福岡県久留米市にある野球場である。主に成人の公式、軟式野球、少年野球、中学野球などに、久留米市及び、近隣の野球プレイヤーに広く利用されている、高校野球の県大会などでも利用される。プロ野球の開催は公式戦は現在まで行われて、いないが、オープン戦が行われたことがある。しかし、 1996年の福岡大英ホークス対広島東洋カープ戦以来、同球場でオープン戦は行われていない。数年に一度、福岡ソフトバンクホークス主催でウエスタンリーグ公式戦が行われている。久留米市相川町に位置し、陸上競技場や久留米アリーナなどが併設される、久留米総合スポーツセンター内に同球場がある。 福岡県青少年科学館や久留米市、鳥類センターが近隣にある。三類、川スタンド脇には国道210号が通り、その向こう側には久留米100年公園がある。同球場から東に約200メートルほどの距離に夢タウン久留米がある。筑後川にもほど近い。西鉄バスや西鉄天神大牟田線でのアクセスが可能で台数は 制限あるものの駐車場もあり、近隣には、夢タウンクルメをはじめ、コンビニエンスストアや、ファストフード店もある。球場の外野広報には、民家が広がり、レフトスタンド広報には、甲羅大社がある、甲羅山を望むことができる。春になると、外野席を囲むように植えられた木々が桜を咲かせ、外野席は桜色に染まる。1975年春高。 鉄筋コンクリート3階建て。内野スタンドはバックネット裏上部は個別タイプのシート。その他の内野席はベンチシート。外野席は芝生席。バックネット裏には放送席、記者席、わずかながら屋根がある。内野スタンド下にブルペン、シャワー室、場内放送席、審判控室などが配置されている。外野席が非常に狭い。内野スタンド下は 観客用コンコースはなく、スタンドへのアクセスは個別に設けられた階段。スコアボードは LED 式の4色で表示される電光掲示板となっており、選手名部分はフリーボードとなる。通常、スコア、選手名、審判名は大色で表示される。国際基準のビソ表示、急速表示も可能。照明灯は4機設置され、ナイトゲームも可能だが、 プロ野球基準の照度は満たしていないため、照明設備は主に社会人野球などの試合で使用されている。市民総長野球、公式、軟式、準公式、社会人野球、リトルリーグ、ボーイズリーグ、高校野球やシニアなど、幅広い層の野球プレイヤーに利用されている。各種大会、全国レベルの大会も開催されている。プロ野球公式戦の開催はないが、オープン戦は、 過去に数試合開催されたことがある。ホークス主催のウエスタンリーグの公式戦も年に一度開催されていたが、近年は開催されていない。2013年9月15日にウエスタンリーグ公式戦福岡ソフトバンクホークス対オリックスバファローズ戦が同球場で久々に行われた。1998年に両翼91メートル 中堅118メートルのだったグラウンドを現在の広さにする工事が行われた。外野スタンドを削って広さを確保したため、当時もそんなに広くなかった外野スタンドがさらに縮小し、スタンド自体の改修や増設はされず、現在の形となった。バックスクリーン横のライトスタンドに設置してあった手動式のスコアボードも撤去され、バックスクリーン上部に 電光掲示式として新設された。現在は主流の電光掲示板だが、九州の地方球場で選手表示部分、フリーボード式の電光掲示板を導入したのは同球場が初めてである。2010年オフの改修では老朽化部分の改修、およびグラウンドスコアボードなどのリニューアル工事が行われた。内野グラウンドを改良、ファウルグラウンドが最新の人工芝となり、 バッターボックス広報に、クルメと描かれた。スコアボードが改良され、急速表示とビ素表示が可能になった。スコアボードバックスクリーン、内外屋のフェンスは、経年劣化で落ちた色を塗り直した。内屋スタンドの金網フェンスを回収し、グラウンドが見渡しやすくなり、2013年6月に改修を終え、利用可能となった。 グラウンドやスコアボードの大規模改修は行われてきたもののスタンド自体の大規模な改修工事は会場以来されておらず座席スペースの狭さスタンドの老朽化も目立つ特にスタンド中段にある通路は窮屈で大人がやっとすれ違えるほどのスペースしかないさらにスタンド上段に登る階段が通路に一段出っ張りの形であるため転倒や転落する 可能性が高く非常に危険である。実際に高校野球決勝でスタンドが満員になった際、通路は人で溢れ炎天下で身動きが取れない、階段でつまずくなどのトラブルもあった。他にも選手間伝設備の不備と老朽化、さらには座席個々の破損も目立つ。スタジアム全体はかなり古い球場となってしまっている。前述の回収で 外野グラウンドを広くしたため、外野スタンドは非常に狭くなり、傾斜もないため、内野席からでもスタンドがないようにも見える。外野フェンス金網と外野席後ろの壁がほぼ同じ高さのため、ホームラン判定が判別しにくいケースが多々ある。過去に外野席後ろの壁に跳ね返り、グラウンドに戻ってきた結果、ホームランではなくインプレー扱いになる事件も起きた。東球場は、 外野フェアグラウンドが広いため、非常にホームランが出にくいため、アマチュア選手にとってはシビアなグラウンドである。東京ドームやホームランテラス設置後のヤフオクドーム用に、両翼からセンターまで直線にする案を提唱する。個人や団体、チームも多い。同球場の会場は1975年で、1978年会場の横浜スタジアムよりも古い。 会場から30年以上40年近く経過し、経年劣化による改善点が多いため維持費も膨らみ続けている。内野スタンドなどの基本構造は会場当時のままで、バリアフリー対策は全くされていない。そのため、上記の通路の狭さや危険箇所のため、高齢者や身体障害者などのハンディキャップのある人は感染するのは非常に困難である。さらには、 耐震性、耐久性なども問われている。施設の大幅な改善を要求している団体やチーム、市の有識者も存在する。しかし、久留米市は、この点には着手せず、長年放置され続けている。2013年から冬から春にかけて、小規模な改修などは行われている。1980年代に、川島英語らを招いて、野外ライブが行われたことがある。 1996年の大英対広島のオープン戦では、当時広島の江戸を悟し、金本智明、ルイス・ロッペス、前田智則、大英の松永博美と、計5本の本類打が出たが、すべて場外本類打だった。試合は、広島が勝利。ありがとうございます。